はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりましてありがとうございました。また今年も大変お世話になりますがよろしくお願いをいたします。記者の皆様方には、輝かしい新春をお迎えのこととお喜びを申し上げます。さて、昨年は私も2期目のスタートの年でありまして、まあ、特に平成26年度から始まった第6次総合計画、いわゆる先駆けプランの着実な推進に努めてきたところでもございます。特にこれらにつきましては4つの重点プロジェクトを定めさせていただいたということでありまして、その重点プロジェクトのゴールが平成30年度になります。で、今年度を作ります28年度からの3カ年実施計画の中ではもうゴール地点がいわゆる見えてくる3カ年実施計画になってまいりますので、まあ平成28年度についてはやはりそういったゴール地点をしっかり見据えた施策の展開というものに留意をしていかなければならないというふうに思っておりますので、そのあたりもそれぞれの関係部署課の方には指示をさせていただいているところでありますので、この28年度、まあ今は27年度ですけど、4月からの28年度、29年度、30年度というのはその重点プロジェクトを完結させるための重要な3年間になってきますので、まあ、しっかりそこを認識をしながら目標達成に向けて努力をし、職員一丸となって努力をし、そして引いてはそのことが水戸市の発展、市民生活の向上、福祉の充実につながってくるものと確信をいたしているところでもあります。また、皆様あたりもいろいろとご心配をいただき、また逆に、励ましもいただいている4大プロジェクトについてでございますけれども、まあ、なんとか、これも市民の生活の安心と安定、そして、水戸市の活力活性化のために非常に必要なものであるというふうに認識をしながら、着実な事業の推進に向けてまた職員一丸となって努力をしているところでもございます。まあ、いよいよ平成28年度につきましては市役所が着工するということでありまして、まあ、それぞれのプロジェクトについて、具体的に実行段階に入ってくるということでありますから、引き続き市民の皆様方に丁寧に説明をしながら、その財源確保のあり方、そして事業費の抑制、さらには出来上がった後、どのような管理運営をしていくのか、さらにはどのように利活用して、しっかりと投資効果を生み出していくのか、そのあたりも計画に盛り込みながら市民に説明をさせていただいて、事業を進捗させていきたいというふうに思っておりますので、また記者の皆様あたりも何かご助言あるいは知った激励をいただければありがたいなというふうに思っております。また昨年はですね、やはりこの水戸市が県庁所在地としてしっかりと風格を持った町として都市力を持っていこう、そういう思いの中でまずは中核市への移行の表明をさせていただきました。これから保健所の運営のあり方、あるいはこの財政への影響、そういったものをしっかり勘案をしながら、この中核市移行へ向けてもまた一丸となって取り組んでいきたいというふうに思っております。また中心市宣言をさせていただいて、この定住自立圏形成の街づくりを始めさせていただくことになりました。まあ、医療の充実であるとか、公共交通の充実であるとか、まあ、連携をすることによって、この県域内の都市力を協力し合って高めていこう。まあ、そういう取り組みをもっともっと具体的に議論をしていくのがこの平成28年になってくるというふうに思っております。29年度からのスタートをしっかり見据えて、このビジョンを策定をしながらまた協定の締結につなげていきたいというふうに思っております。やはり水戸市の責任というのは中心市になれるのは水戸市だけでありますから、やはり水戸市だけが良くなればいいということではなくて、やはり水戸市がしっかり頑張ってリーダーシップを発揮することによって、この県央からひいては県北地域の方の経済の活性化、あるいは定住の促進につながるような、そういう役割を果たしていきたいというふうに思っております。そういう意味においては、
これから間もなく策定が終了する人口ビジョンであるとか、地方創生総合戦略、いわゆる人、町人仕事総合戦略の中で、若い方々の雇用の確保促進、さらには定住促進等の施策をしっかり盛り込んで実践をしていく、まあ、そういうことにも取り組んでいきたいというふうに考えているところでもあります。今年はですね、さらにこの水戸市の魅力をアップをさせたいということで、またさまざまなイベントを用意をさせていただいているところであります。10年ぶりに、オセロ世界選手権大会、世界オセロ選手権大会を開催する運びとなりました。まあ、これについても実行委員会を設立をして、プレイベント等も含めて、やはりオセロの街、水戸をしっかり内外にアピールをするために、今、その準備をしているところでありますし、また世界中からお越しいただいた選手をはじめ、またその応援団の皆様方に、どのようなおもてなしができるか、おもてなしをしっかりすることによって、インバウンド等にもつなげていきたいと。いうふうに考えておりますので、また官民共同で知恵を出し合っていきたいというふうに考えております。そしてずっとこれも市民の悲願の行事でありました、水戸のフルマラソン、水戸公文万有マラソンということで名付けさせていただきましたが、これについては10月の30日に実施ということで、すでに実行委員会も設立をさせていただいて、この4月の中旬頃にはですね、選手というか参加者の募集も開始をしたいという、まあ、そういう運びになってまいります。まあ、これについてはどうしてもマスコミ、メディア各社の何といってもそのご協力ご支援がなければ、そういった選手の募集あるいは企画運営等にもなんか円滑に進まないということでありますので、ぜひメディアの皆様方にも、このようなイベント等にも、ご支援をいただければな、というふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、そういったスポーツや芸術も、新しい文化としながら、元よりある歴史、自然、伝統、そういった地域資源をしっかり磨き上げていくことによって、さらに水戸市の魅力をアップさせ、特に目標としております、交流人口、平成30年度400万人、35年度450万人、この目標に向けて、一丸となってまた取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、また記者の皆様方にもいろんな面でご指導、ご鞭撻をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。失礼します。一応幹事社として代表質問なんですけれども、まず改めまして新年度の抱負と、あと次年度のですね、事業で、主要となるもの、目玉となるようなものがあれば、ぜひご説明いただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。まず、今年の抱負、目標ということでありますが、とにかくいろいろ変化する時代の課題に対応し、あらゆる分野における先進的な発展を水戸市がリードをしていかなければならないと思っています。その中で水戸に住むすべての市民が将来に明るい展望が持てる街づくりをしていくということを新年改めて決意をさせていただいたところでもあります。まずは先ほど申し上げましたけれども、市民の皆さんと共に作り上げた、この水戸市第6次総合計画、水戸先駆けプランを着実に実行していくということが、私の責務であると考えております。特にですね、重点プロジェクトとして、位置づけをさせていただいた、災害に強い街づくり、未来への投資、プロジェクト、それから、観光集客力アッププロジェクト、そして街中にぎわい活力創造プロジェクト、この4つのプロジェクトについてはもうゴールが見えてきているというような状況でありますので、平成30年度、いわゆる平成31年3月31日のこのゴールに向けてしっかり目標を達成して、その目標を達成した結果が市民生活の向上や市民福祉の向上、そして水戸市の発展につながっていくように、この3年間緊張感を持って取り組んでいきたいというふうに思っております。その大切なスタートのラインに立つ28年度であるということで、改めてこれらの重点プロジェクトの完遂に向けて決意を新たにしたところでもございます。さらにはですね、今年東日本大震災から5年
という、また節目の年を迎えることになります。まあ、これまでの取り組みによって、まあ、震災からの復興、そして、町の振興というのは、まあ、図られつつありますけれども、決してこの震災を風化しては、ならないと、風化させてはならないというふうに、考えて、おります。まあ、しっかり市民の皆様方とですね、協力し、手を携えながら、取り組んできた、この災害への備えというものをさらに強化をして、危機管理能力の高い、水戸市、町にしていきたいと考えて、おります。また、地方創生元年ということで、現在、水戸市の人口ビジョンと、それから総合戦略を、策定を進めているところで、あります。将来的に、人口減少が、どうしても避けられない、止められない、状況の中でも、やはり水戸市の独自性、を最大限発揮をしまして、まあ、先ほど申し上げましたが、特に若い人たちを引きつけ、呼び込む、まあ、そういう魅力のある希望の持てる街づくりに向けた、施策をしっかり、展開をしていきたいというふうに思って、おります。また県内で初めて、まあ、中核市への移行を表明したわけでありますし、また茨城県を定住自立県のに向けた中心市宣言も行ったわけでありますので、この水戸市の都市力にとどまらずですね、県を地域全体の発展に資する、リーダーとしての強い一歩をまた踏み出していきたいというふうに考えております。まあ、引き続き、そういった中核市に向けた、いろんな財政的影響であるとか、組織体制、保健所のあり方など、まあ、協議も進めていきたいというふうに思っておりますし、また定住自立県形成に向けても、しっかり、この、旧市町村の中で合意形成が得られるようにリーダーシップを発揮していきたいというふうに考えております。まあ、そのためにはですね、まあ、いろいろとその総合戦略の中にコンパクトシティの都市構造のあり方であるとか、あるいは街中交通ネットワークの構築であるとか、そういったものも位置づけてきましたので、そういったものも具現化していきたいというふうに思っておりますし、また先ほどの総合戦略の中では、特に若い人たちの雇用の場を確保して、そしてまさに人を呼び込んで、さらに定住化にもつなげていくという、そういうプラスの連鎖を生み出すような施策をしっかり展開をしていきたいというふうに思っております。まあ、特に企業立地の促進について、ちょっと今までの企業立地のいわゆる補助制度等をもっと使いやすくしていきたいなというふうに思っておりますので、それのところちょっとニーズを捉えながら、ハードルを低くしていきたいというふうにも考えております。まあ、とにかくこうしたですね、都市基盤に立って、町に多くの人を呼び込んで、交流することによって、新たな文化が創造されて、その文化が、いつも言うことなんですが、経済や産業の活性化につながる、まさに好循環を生み出していきたいというふうに考えております。まあ、それから先ほど申し上げた水戸黄門万有マラソンというものを開催をして、また新たな交流を生み出していきたいというふうに思っておりますし、また先ほど何度も申し上げましたけれども、やはり市民生活に必要不可欠な街の活性化、市民の安心安定のための4大プロジェクトの推進、これも着実に成し得ていきたいというふうに思っております。まあ市役所はもう先が見えてきましたけれども、特に、本当に一日も止めることができない、ゴミ処理、これも、事業者を決定をさせながらですね、着実に、推進をして、お約束の平成32年、4月の稼働を目指して、事業を進めていきたいというふうに考えております。まあ、どちらにしましてもですね、こういった大型プロジェクトは、しっかりと財源を確保して、将来に負担を残さないよう、健全財政をしっかり堅持をしながら、いわゆる財政基盤を堅持をしながら、市民の皆様が、まがたへ説明責任を果たして、早期の整備に取り組んでいきたいと考えています。また、こういったそのハードのことばかりではなくて、やっぱり先ほど言った人を呼び込む、若い人たちを呼び込むためには、教育とか、子育て支援であるとか、やはりその安心して子供を産み育てやすい、まあ、そういう環境に取り組んでいくということが必要でありますので、まあ、そういった施策も、ちょっと後で話をしますけれども、取り組んでいきたいというふうに思っております。また、高齢者、障害者が安心して住み慣れた地域で暮らせる環境づくりにも努めていき、また安定的な医療提供体制の充実にも努めていきたいと
というふうに考えております。まあ、これらは、私一人だけでは成し遂げられるものではありませんので、改めて、職員一丸となって努力をし、なんといっても市民の皆様方のご協力、ご支援、そしてなんといってもその共同、この仕組みをしっかり立ち上げながら、それらの政策を成し得ていきたいというふうに考えております。で、ちょっと具体的に少し申し上げますと、まあ、先ほどの、重点プロジェクト以外に少し細かいことなんですけれども、特に、重点プロジェクトに定めた、未来への投資プロジェクトについては、先ほど申し上げた安心して子どもを産み育てることができるように、小規模保育施設の整備、これ新設2箇所、定員38名増を図っていきたいというふうに思っています。まあ、水戸市の場合には特徴的で、まあ、特徴的っていうか、まあ、どこの市町村もそうだと思うんですが、3歳未満児ですね、0、1、2、0歳、1歳児、2歳児の待機児童が、実は全体の中の 80% 以上を占めるということでありまして、ここにしっかり目を向けていかないと、平成29年度目標の待機児童ゼロの目標には達成できないということでありまして、特にこの未満児、3歳未満児、を、預かる、この小規模保育施設の整備というものに、今まで以上に力強く取り組んでいきたいというふうに思っています。それと、基本的には、基本的というか原則的には、開放学級で、小学校6年生まで希望者全員をお預かりをしたいという、まあ、そういう方針を掲げさせていただきましたので、まあ、今までは3年生までということなんですけれども、まあ、6年生まで、開放学級で、預かっていく、まあ、そういう環境整備のために専用等であるとか、あるいは指導者の確保、育成を図っていきたいというふうに思っております。まあ、その他、妊産婦歯科保健、検診、妊産婦歯科健康審査の拡充、あるいは妊産婦支援の充実に努めていきたいというふうに思っております。それから、水戸スタイルの教育の推進をするとともにですね、特に今年は、私立小学校及び中学校への空調設備の設置をの完了を目指していきたいというふうに思っています。で、平成28年、29年で小学校全部、平成30年度で中学校全部の完了を目指して、まずは28年度小学校の空調設備から始めていきたいというふうに思っています。今年度、27年度は幼稚園をやったところでもございます。また、災害に強い街づくりプロジェクトとしましては、災害の予防や減災に向けて、この備蓄計画に基づく備蓄物資、資機材等の配備更新を推進し、充足率 100% を目指していきたいというふうに思っています。合わせて、雨水排水施設整備プログラムに基づく、都市下水路、それから排水路等の整備を進めて、特に水戸市は箇所数がすごく多いんですけど、一時は160箇所ぐらいあったんですが、この浸水被害、この解消に努めて、危機管理体制を強化していきたいというふうに思っています。で、観光集客力アッププロジェクトについては、特に行動館と水戸町、あと周辺地区において、大手門や二の丸住屋倉の整備を進めていくとともに、七つ塔公園とか植物公園の整備に取り組んで、魅力ある観光拠点の形成に努めていきたいというふうに思っております。まあ、その他、グルメイベントを開催をしたり、日本遺産を活用した水戸のブランド力の向上のほか、おもてなしマイスターの育成認定なども行っていきたいというふうに思っています。街中にぎわい活力創造プロジェクトについては、先ほど申し上げた空き店舗対策の助成制度、企業立地促進助成制度の拡充、充実を図って、企業誘致を推進をしていきたいというふうに思っておりますし、また、コワーキングスペース、先ほど言った運営を始めたいと思います。引き続き、水戸町中フェスティバルは開催をしていきたいというふうに思っています。追って、日時の方は決定次第、皆様方に、お知らせをしていきたいというふうに思っています。それと同時に、町中の賑わいづくりとして、いわゆるその定住というもの、これを促進していきたいと思っています。今まで街中は商業ばっかりにこう目を向けて商業中心で何とかしよう活性化活性化って言ってたんですが、商業中心からいわゆるその商業にこだわらず、いろんな多様な利用の仕方をしていきたいというふうに思っています。そういう中で、子育て世代の支援、
とともに、その街中居住を誘導するための子育て世代の支援とともに、共同住宅の整備促進を図っていきたいというふうに思っています。また、公共交通や自転車、歩行者を中心とした人の環境に優しい、街づくりや交通ネットワークを設立をしていきたいと、確立をしていきたいというふうに思っています。その他、地方創生に向けた取り組みといたしましては、UJI ターンや地元企業による地元の若者の雇用を促進するほか、ベンチャービジネスの育成、支援、有給不動産を活用した、賑わい作りに取り組んでいきたいと思っております。まあ、その他ちょっと諸々あるんですが、まあ、ちょっと時間もそろそろだということでありますので、重点的に、まあ、今年、取り組んでいきたい使用施策について述べさせていただきました。はい、以上でございます。NHK の佐伯と申します。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとたまにカーブの質問させていただきたいんですけれども、1月1日から、マイナンバーが、運用導入開始ということで、これから徐々に各市町村でも、個人番号通知カードの交付が始まるんですけれども、ちょっと各自治体に取材してみたところですね、総務省から指導を受けて、市長もこの前の会見でおっしゃった顔認証装置、水戸市の場合にも6つ、先月の中旬まで設置して、準備を整えているわけなんですけれども、これをその交付の際にこうどういうふうに使うかという部分、やっぱり窓口担当閣下がですね、各自治体によっては対応がもう今ちょっと考えあぐねている部分があって、私の取材によれば原則として使用し使いませんよという自治体もあれば、例えば2人並んでいて前の人はその顔認証装置を使わないのに、後ろの次の人はちょっと確認お願いしますといった場合に、なんで俺だけなんだというようなこともあるから原則として全員使いますというような自治体もあってですね。で、これ取材してみたところ、やっぱり確認するまでやっぱり1人4、5分がかかるんですよね。先月ちょっとデモをしていただいたんですが、やっぱ4、5分かかるんですけれども、で、総務省の指導としては、目視で確認できるのを、できるのであれば、OK なんだけれども、疑義が生じた場合には、その、顔認証装置を使ってくださいよと。だからそれはどこでも、原則としてはそうなわけで、あまり窓口業務をしない総務省ならではの、紋切り型の指導があってですね、各自治体が今考えあぐねている状態で、で、その中で27万人という、最大の県内、最大の人口を抱える水戸市としては、どういう方針で、望まれるのかと。別にこれきちんと水戸市が対応しろよとか、そういうことを別に求めているわけではなくて、そういうその国の指導について、その業務を現場として担うその自治体としては、どういう方針で望まれるのかと。例えば県内の自治体の中には、やはり場合によっては、その顔認証装置を使わせていただくこともありますよという独自の広報をですね、出すことを作り始めているところがありまして、やっぱりこれは各県内の自治体だけではなくて、全国の市町村にとっての一つの現場での問題でもあるのかなという認識を私は持っているんですけれども、それについて市長なりのお考えをお伺いしたいと思います。マイナンバーについての今ご質問いただいたので、せっかくですからちょっと情報提供だけなんですが、水戸市内で送付された通知カードは、12万3223通ありました。12万3223通。そのうちですね、宛先不明や保管期間の経過によって、12455通が戻されてきました。12455通が戻されてきてしまいました。で、その中で再度交付したものが2739通ですね。ですから現在、9716通、全体の約 7.9% がまだ
届けられていない、まあ、そういう状況にあります。まあ、なんとか、これらについてですね、住民基本台帳で転出したなどの移動状況を確認するとか、あるいは福祉施設への入所などについて関係各課と連携を図ったりとか、まあ、一人一人もうその居所情報のですね、把握に努めていくとともに、専任職員を、まあ、とにかく配置をしてですね、まあ、コールセンターを活用しながら、窓口の交付などを確実な配布に努めていきたいと思っています。で、今、佐伯社の方から質問がありました。個人番号カードの申請状況なんですけれども、郵送とかパソコン、スマートフォンなどの申請もあることから全体は把握していないんですが、市の窓口で受領したものは、1月4日現在で、241件というふうになって、います。それが今のところ数値、今情報提供として数字を述べさせていただきました。で今、佐伯社の方からのご質問でありますが、まあ、おっしゃる通り、総務省の方から、この目視によって確認できない場合には、この、顔認証装置を使うようにということで、あります。まあ、私どもとしましては、この顔認証システムをしっかり活用をしていきたいというふうに考えております。まあ、市民の皆さんに、その待ってる間のストレスをできるだけ軽減をさせる方法がないか、まあ、ちょっとその辺のところは、考えていきたいというふうに思っております。ただ、私としては、時間が少々かかっても確実性を重視、したいというふうに思っております。ですから、前もっての広報で、認証には多少時間がかかりますと。例えば何分ぐらいかかりますと、今、具体的に4分ほどって話がありましたけれども、まあ、そういうことをあらかじめこう知らせておくことによって、ちょっとストレスの解消を図るとか、まあ、何らかしらですね、この待ち時間についてストレスを解消するような、軽減するような方策を図りながら、時間がかかっても確実性を重視して、この顔認証システムは、必ず活用をすると。で、プラス、その顔の認証について、やっぱり目視についても複数人で、確認をすると、いうふうに、いわゆる厳格に、この事務に当たっていきたいというふうに考えております。まあ、どこまでやるかなんですが、まあ、例えば顔認証システムをやって、目視で複数で、見て、で、さらには、例えば、免許証を提示してくださいと言って、車の運転免許証を持っている人にはですね、それで、車のその運転免許証の顔とまた比較をして、もう本当に二重三重のブロックをやるかどうかまではちょっとまだ言ってないんですが、考えてはいないんですが、ただやっぱりその二重三重の、やっぱり確認をさせていただいて、少々時間がかかっても、後々トラブルが行う、トラブルに、発展しないように、確実性を重視した厳格な対応を行っていきたいというふうに考えております。まあ、とにかく、人の力でやりますので、機械に頼ることばかりではなくて、いろんなその方々のその特徴を捉えて、その、顔の目視認識をするように、私の方からも担当者の方へ指示をしておきたいというふうに思っております。以上です。確認なんですけど、はい、その活用なさるという、必ず活用なさるという部分なんですけど、基本的に、一人一人に、はい、その顔認証装置は、はい、で、確認するという理解でよろしいですか？確認す、一人一人確認をするというふうにさせたいと思います。で、今の分ですと、はい、まあ、仮にその、まあ、その窓口で並んだ場合には、はい、その待ってる人には、まあ、はい、なんていうんですか、その、交付を受けるときに、顔認証装置を使う場合、使いますよということと、はいはい、あと、まあ、多少時間がかかりますので、はいはい、ご承知をくださいというようなことを、並んでる人に、誰か別の案内人みたいな方が、あらかじめ知らせるという形で対応したい、はいはい、それと同時に、いろいろ広報に、前もって、時間が確実性を
保つため、時間がかかりますというようなことをあらかじめ、このカードを取得するためのお知らせとしてやっていきたいなというふうに私は思っています。あとはこの台数を増やしていくかどうかについてはまたちょっと検討させていただこうかなというふうに思っています。確認、水戸市の場合、いつ頃から交付できそうなんですか？なんか来月初旬になる可能性もあるというふうに伺ってるんですけれども。どうなんですか？ちょっとそこまでは私もちょっと報告受けてないんですが。ちょっと私の方はいつからという情報は入ってないんです。ただ、まあ、今現在まだ物が来てないんで、交付は始まってないんです。あれですよね、来たらまずそれぞれの番号通知カードについて、検品することが必要なわけですよね。自治体として。とりあえず向こうから送られてくるんですよ。どこでしたっけ？例のなんとか総務省の外郭団体から。物が来たら、私の方から物が来たら、その方に来ましたよっていうお知らせをしなきゃならない。で、窓口に取りに来てもらうというのが窓口交付のやり方になりますので、その時に今の本人確認ということで、まあ、顔認証システムの活用などが、そういう段階で使うことになります。これってやっぱり自治体にとってやっぱりかなり負担な業務にはなるんですか？いやもう負担ですよね。とにかくまあ現場のことをどこまで考えてこういう制度を作ったのかわかりませんが、そういうことって、まあある意味私たちも慣れっこになっちゃってるって言ったらちょっと言葉語弊あるかもしれませんが、例えばいろんな給付制度とか、まあ今回の、例えば、何でしたっけ、プレミアム商品券の、事務取扱いであるとか、まあそういったことって、やりなさいと。あとはじゃあ現場で何とかしなさいと。まあ事務手数料ぐらいのお金は出しますと。いうようなことで、まあ言われてきてるわけですよね。で、今回また3万円ですか？これもまあスムーズにいけばいいんですけれども、前なんか、税情報を調べられないのに、その非課税世帯に、配りなさい。とかやったじゃないですか。あれも膨大な事務量で、法律の整備しないまま、地方に事務をやれなんていうこと来ましたから、非常にこの大変な思いって何面もしているので、まあ、ある意味慣れっこになってしまったって言えばそれまでなんですが、まあ、国の方へは、まあ、改めて本当にこういう場を利用させていただいてですね、まあ、いろんな制度設計するときには、やっぱり現場、最前線で、この事務取り扱いをする地方のことも考えていただきながら、こんな制度設計をしていただければなということを改めて求めたいというふうには思っています。国からの指導は県に来たのが12月28日で仕事を参加して、県を通じて市に降りてきたのが1月5日なんですが、いつも何でも、まあ、いろんな補正予算の、仕組みなんかも、とにかく遅いんですよね。こういう補正予算を、やるから、1週間とか2週間で、実施計画作ってあげろとか、まあ、非常に、てんてこまいなんですけども、まあ、今の、行政仕組み上、地方分権だとか地方創生とはいえども、国に従わざるを得ない。まあそういう悲しい私たちの宿命がありますから、従えないんだったら金やらないよということになってくるでしょうから、まあ頑張って従わざるを得ないというような、まあ悲しい宿命があるということ、愚痴になっちゃいますけれども、まあそんな思いで、まあ現場は一生懸命やりたいと思います。マイナンバーのカードですか？報告関係なんですけど、サンドマルケールこんなですね。はい。はい。いわゆる年度代わりのその転出転入の人たち、あとは税務署に来られる確定申告の方たち、あの周辺相当渋滞すると思うんですけど、そういう意味でその場所をそれだけとか住み分けるとかって考えはあるんですか？もう やれるという踏んでるんでしょうか？ちょっとすみません、そこの部分まだ私の方に現場から報告はないんですが、まあ、そういったことにも留意して、体制は整えていかなければならないですし、果たしてですね、このマイナンバーが、パニックを起こすほど必要だって言って取りに来るかどうかっていうのがちょっとわからない状況にあります。今、この214ですよね。あとは、まあ、パソコンとかなんかで、ごめんなさい、241、希望しています。その他、パソコンだとか、そこから申請された方もいらっしゃるんだと思うんですよね。パソコンとかスマートフォン、あるいは郵送で。一体何人の人が、いるのかな。
その方々が集中的に始まってからボンと来るのかな。そこのところちょっと読めない状況ではあるものの、やっぱりその、いわゆる最大限を想定して、通常の年度末の移動であるとか、そういったいろんな手続きで混雑する、プラス、このマイナンバーの、混雑というか、その、来場される、市役所に来られる方も想定してですね、体制作りは、これからちょっとやっていかなきゃならないなっていうことは思っています。それについてちょっと現場の方からまだ報告は受けてないんですが、私の方から、先ほどの質問あった通り、それでなくても4、5分かかる話に中で、同時に、年度末の、混み合うところが重なってきますから、それのところを留意して、まさに市民の皆さんにストレスを感じさせないように、スムーズに対応できるような体制づくりについては、今から指示をしておきたいと思います。あ、すみません、読売新聞宮下です。はい、すみません、ちょっと、オセロの大会というのは、これは毎年、水戸でやってるものなんですか、それと持ち回りで今年が水戸なんですか、ね。はい、これはですね、世界オセロ選手権ですので、世界のどこかで毎年やってるはずです。で、多分去年はロンドンでしたっけ？ちょっと間違ったらごめんなさい。多分去年はロンドンだと思うんです。11月かな？ちょっと今調べてください。それで、今年は、この周年事業なんですね。いわゆる30回大会は10年前水戸でやったんです。で、今回40回というまた記念、周年事業。なんですね。で、やっぱりこの節目節目の大会は、オセロ連盟の方で、やっぱり日本でやりたいという意向があるようでありまして、その日本の中でも、やっぱり発祥の地である水戸でやりたいというのが、日本オセロ連盟の意向であったということを踏まえて、私の方で、受け入れをさせていただいたという経緯がございます。あと、肛門マラソン大会も第1回ということなんですけども、はい、これはなんか簡単にどういった経緯で決まったもの？これはですね、はい、もう前々から、水戸でフルマラソンをやりたいというのが、陸上競技協会をはじめとする、そういったなんて言うんでしょう、マラソン、なんていうんですか、マニアというんですか。そういった非常にマラソンブームの中で、やっぱり県庁所在地である、水戸市として、フルマラソンが、行われないのは残念だという声を、そういった、いわゆるマラソン好きの方々から声をいただいておりました。しかしながらですね、いろんなそのハードルがあって、特に警察競技なんですね。やっぱり、私としては、コンパクトにやりたいという思いがあって、そうすると、やっぱり水戸市のこのエリアの中で、走っていただく。そうすると、どうしても街中止めなければならないっていうことになりますね。少し広域的にやれば、ちょっと田舎周りずっとやれば、そんなに、交通渋滞招くことなくやれるんですけれども、やっぱり水戸の活性化のために、水戸市内だけでコンパクトにやりたいと。昔はですね、水戸黄門にゆかりのある、中市とか、あるいは、生産層のある、日立太田市とか、もうそこまで行って、こう、往復でやろうかなんていう話もあったらしいんですよね。ただ、それもちょっとやっぱり、なんか、何らかしらの原因で断念をしたというようなことを、商工会議所関係とか、陸上競技協会関係の方々に聞いております。で、なんとか、もうそこは、熱い思いで、警察と、いろいろと、やり取りをさせていただいて、ある程度、警察の意向に沿って、必ずも 100% 私たちがやりたいという、走らせたいっていうコースではないんですけども、そこは、警察の意向に沿って、了解をいただきました。で、1月の1日に、日本陸連の公認コースとしての認定を受けました。で、さらに今、世界陸連、の公認を申請中で、先般、茨城県陸上競技協会の会長さんのお話では、ほぼ、この、世界、陸上連盟、国際レース、なんて言うんですか、国際陸上連盟っていうのかな。国際陸上、ちょっと正式な名前わかんないですけど、国際公認コースとして、認められるであろうと。いうことが、なんかこの間、ちょうど元旦マラソンの開会式で、そういう声が、ありました。
ですから、その辺のところもあれば、本当に、日本陸連の公認コースにはなりましたけど、国際陸連の公認コースになれば、さらに、付加価値がついて、そういうコースだったら走ってみようという方でですね、多くの方々にご参加いただけるんじゃないかな。で、第1回で県庁所在地ということで、興味関心をいただいていただけるんじゃないかなというふうには思っています。今後も、すいません、ケンブリッジだそうです。ロンドンではなくてケンブリッジだそうです。はい、ごめんなさい。これ、第1回ということなんですけど、毎年じゃあこのコース、水戸でやる予定っていう。はい、もうこれが、公認コースになっておりますので、はい、で、やっと警察協議が整ったコースでありますから、まあ、ちょっと変更すると、また、初めからやり直しになってしまいますので、まあ、せっかく、日本陸連の公認コース、あるいは、国際公認コースが取れるコースでありますから、まあ変更はせずに行きたいなというふうに思うんですけど、ただやっぱりマラソンランナーから言わせると、やっぱり走りやすさとか、そのいわゆる楽しさとか、やっぱりそういうので、毎年どの大会走ろうかなっていうことを決めるらしいですよね。だから水戸のそのコースが、楽しくないと、次回からなんだ水戸のコースつまらなかったよって言われて、それが口コミでまた悪い評判になって、参加者がどんどん少なくなってきてしまうっていう恐れもありますから、まず第1回目、やってみて、その評判を見ながらですね、ちょっとその後のあり方については検討していきたいというふうに思いますが、基本的には、せっかくの公認コースですから、まあ、これでいきたいという、そういう考えではあります。ありがとうございます。あとちょっと資料にはないんですけども、2020年の東京五輪に向けて、はいはい、周辺の県内でも自治体の方で、キャンプの誘致ですとか、動き出してますけれども、三戸市さんとしては何かお考えはあるんでしょうか。はい。まあ、もとよりですね、議会での、まあ、質問でも、多分私本会議で、答えてると思うんですが、まあ、このオリンピック、パラリンピックについては、まあ、キャンプ地として、名乗りを上げる、まあ、あるいは、ホストタウン構想に乗っかった、何らかしらの交流事業をやりたい。というような答弁をさせていただいていると思います。で、まだ実は非常にその不確定要素が多くて、私たちも悩んでいる状況ではあるんです。で、今度ですね、茨城県にこの東京オリンピック・パラリンピック・キャンプ誘致等連絡会議、というのが、できます。まあ、それ記者さんの方はもう情報をキャッチしてると思うんですけれども、それには参加をして、まずは、いろんな情報交換や、情報のキャッチをしていきたいというふうに思っています。で、キャンプ地、誘致とは、言葉では簡単に言うものの、ちょっと昔、まあ、こちらに担当者いらっしゃるんですけれども、ワールドカップのその誘致の時にちょっと難しい思いをした経験があるもんですから、ちょっと何でも、オリンピック、パラリンピックって聞いて、飛びつかないと出遅れてるよとか、見通しとしてだらしないよとか、まあ、そういう言葉にですね、踊らされずに、ちょっと焦らずに、よーくここは慎重に対応していきたいというふうに思います。例えば、名乗りを上げてしまって、どこか誘致が決まった後に引けない、くなったところで、実は経費が1億円かかりますよとか、全部もう至れり尽くせりですよ、選手の、宿泊から食費から移動手段から全部誘致した方の持ちですよみたいな話になってくると、果たしてそこまで経費をかけて、費用対効果っていうのがあるんだろうかと、本当に水戸市のイメージアップや活性化につながっていくんだろうかという、ちょっとそういうその懸念材料がありますから、今何でも焦って、水戸なんだから飛びつかなきゃって言ってポッと飛びついて、後でちょっと後悔することにないように、ちょっと慎重にここは行きたいというふうに思っております。ですからまずはこの会議に参加をして、いろんな状況を把握をしていく。で、場合によっては決して、キャンプ地誘致ということではなくて、その国の方が推奨している、ホストタウン構想、この中でのそのいろんなその交流事業、例えば、インバウンドにつなげるような施策であるとか、例えばもう往復の交通のバスぐらいは出すから水戸に来てくれませんかとか、まあそういうようなことをやれるかどうかわかんないですけれども、ちょっとそういうインバウンドにつながる方の、いわゆる交流を生み出すホストタウン構想に乗っかるっ
ていう事業の方がもしかすると効果はあるかもしれないですし、決してその選手とかキャンプ地誘致ということにこだわらなくて、いわゆるオリンピックで、を観戦しに世界中から集まってくる、お客さんや、あるいは東京に日本中から集まってくるお客さん、その方を水戸に引っ張り込んでいくという、そのいわゆる観光の方に、力を入れた方の方がもしかすると効果は高いかもしれないですね。ですからこの会議に入って基本オリンピックパラリンピックの、キャンプ地誘致というものを視野に入れつつも慎重に、ことを運ばせながらこのホストタウン構想の方にもちょっと目を向けて、やっぱり私たちせっかくのお金を使う以上は費用対効果が高い、水戸市にとってその活性化するあるいはイメージアップにつながる、まあ、そういうような施策に、選択をしていきたいというふうに思っておりますので、現時点においては立候補はするもののちょっとその辺のところは慎重に判断をさせていただく、そのための情報を得るためのこの、連絡会議に参加をするというようなところで、あります。現時点においては。ありがとうございます。はい、すいません。先ほどのマイナンバーカード、個人番号カードの件でございますが、国から市町村、まあ、水戸市の方に、その、できたカードが送られてくるのが、1月下旬から2月の上旬というふうに、予定されているという情報が来ております。従いまして、その後、そのカードの方に、ご連絡をして窓口に取りに来ていただくということの運びになります。まあ、早くて、僕は2月中ですね。まあ、なるべく早く来て早く渡すようにはしたいとは思います。まあ、そうすると、先ほど猪瀬記者の方から話がありました通り、かなりダブル可能性が出てきますね。ちょっとその辺のところは注意したいと思います。その辺のところを窓口の体制作りを指示してください。はい、すみません、茨城新聞なんですけども、2点ありまして、1個は先にマラソン絡みなんですが、当初は会見されたときにですね、障害がある方向けに参加種目を何か設けたいというようなお話があったと思うんですけども、ちょっと印刷されたチラシを見る限りは、なんかそういったものが見られなかったので、今どういうふうに考えてらっしゃるのか、はい、これが1点で、もう1点目が、小規模保育。これは、昨年の3カ年実施計画からでも、ずっと、毎年少しずつ整備していこうという方針だったかと思うんですけれども、市長がですね、2期目当選された際に、この待機児童に対して、まず、ただ作ればいいんじゃないと。やっぱりどこに立地するかが問題だというようなお話があったと思うんですが、これどういうふうに反映されているのか、そのあたりの考えをお伺いさせてください。はい。はい。まず、マラソンの障害者なんですが、思いは変わりません。で、その、まず、チラシっていうのは、まず第一なんですね。これ、まず、PR 用に作ったものでありますので、もう少し、これから精度を上げた、チラシが出来上がるというもの、出来上がるということで認識していただければなというふうに思います。で、特に陸上競技協会関係者が、まあこれまで、障害者のロードレースであるとか駅伝大会をやってきましたから、非常にノウハウがあるのと同時に、非常にやっぱり障害者スポーツに対して思い出が強いんですね。私と同じように。ですから、今回のその2キロコースで行くか、5キロコースで行くかは、まあ、障害者団体の方々といろいろ協議とをしていかなければならないんですが、まあ、ちょっとどちらで走っていただくか、ちょっとフルマラソンはちょっと厳しいですので、まあ、2キロコースか5キロコースかのどちらかで、障害者の方々に走っていただいて、まあ、そういった、まあ、共生社会の実現のための、一助としていければなというふうに思っております。それは思いは変わりません。ちょっと第一弾の、ざっくりとした PR のための、今のチラシだということでご理解をいただければなというふうに思っています。で、小規模保育等についてなんですけれども、いわゆるその、ただ保育所を、作り続ければいいということを申し上げま、作り続ければいいっていうことではないと、申し上げたのは、やっぱり、通常の、その90人定員の、保育所を今までただ作り続けてきただけなんですね。保育所っていうと、
いわゆる90人のスタンダードな保育所なんですね。だけども先ほど言った通り、いわゆるニーズっていうのは必ずしもスタンダードではなくて、いわゆる3歳未満児をどうするかなんですね。いわゆるその保育サービスを多様化していかないと、単なるその単純な保育所を作るだけでは、逆に余るところが出てしまうっていうことになってきちゃうんですね。だから、やっぱりここは、保育ニーズとして高い3歳未満児に特化した施設を作っていくことによって、そのニーズを捉えることができるということで、この小規模保育事業というのを始めたり、あるいは、できればもっと力を入れたいのが、いわゆる保育ママ、家庭的保育事業。これも3歳未満児で、対応していきたいというふうに思っていますし、また、手を挙げていただくところがあれば、事業所内、託児所、保育所というものにも、ある程度インセンティブを与えた形で、3歳未満児というものを対応していきたいな。そんなその多様化する保育サービスを、やっていきたい。まず第一弾としてこの小規模保育を提供していきたいというふうに思っています。それと同時に、やはり場所の変住っていうのがあって、これ非常に難しかったんですけれども、例えば人口集積地区に保育所がないということがあったんですね。だけれども今保育所の整備というのは、大変申し訳ないんですけど、私たちはやらないんですよ。水戸市立保育所としてはもうここで打ち止めなんです。これからやる保育所は社会福祉法人にお願いをして補助金を差し上げて、設立をさせていただくというやり方なんですね。ですから、その、立候補してくる方が、人口集積地区でやりたいっていう立候補がないと、そこで、立地されないっていう、ちょっとそこに、不整合があったんですね。で、ただ、そういうところを、優先じゃないですけれども、点数を高くしているわけですよ。審査の時にですね。例えばもう空白地区であるとか、人口集積をしながら保育所がない地域であるとか、そこを判定の時にこう点数を高くしてきたんですね。の結果、今回、まあ、ちょっと具体的な名前はちょっと個人情報なので、まだちょっと言えないんですけれども、おかげさまで、要望がすごく強かった、地区の、立候補者が合格したんですね。昨年の判定会議で。だからそういうところでは、やっぱりそういうその、少ないところに点数配分を多くするというようなやり方で、その不整合を、解決するという方向にもつながったかなっていう、その自負はあります。まあそういったその多様化する保育ニーズ、それから、場所の不整合を解決する。まあそういうようなことを、積極的に申し上げさせていただいて、少しずつではありますけれども、まあ解決型は向かっているということであります。茨城放送立川と申します。まあ、今年が震災発生から5年ということになるわけですけれども、まあ、もちろん市役所、それから市民会館、今4大プロジェクトの中にこれが入っていて、その他まだその復旧復興が済んでいないところもあったりするかとは思うんですけれども、そのプロジェクトの中以外のところでこれから先いろんな施策を打つとか、そういうふうなご予定というのは今のところあるでしょうか。復旧復興について、そのいわゆる社会インフラですよね。例えば道路であるとか浄水下水橋等のその社会インフラハード、これについてはまあもう概ね復旧整備が終わっているというところでありまして、まあ、若干の震災復興の特攻はまだ来てんだっけ、ちょっと来てるところもありますが、まあ、概ね、大体終わっているところでございます。で、やっぱり、先ほども、使用施策の中で申し上げましたけれども、やはりその防災力の高い、町にしていくために、まず市民意識を引き続き、緊張感を持っていただくように、風化させないというような取り組みを、やっていきたいというふうに思っています。常日頃の訓練もそうですし、それから、まあ、そういった震災に関する啓発事業もそうですし、それから、いわゆるその備蓄品なんかも、きちんとその更新をしながら強化をしていくというようなことを怠らない。もうなんか喉元すぎれば、備蓄品がいつの間にか賞味期限が切れてましたよなっていうことがないようにですね、なんかそこって、ちょっと怠ってしまいがちでありますから、常に点検をしながら、そういったその防災備蓄品、資機材、せっかく整備をした無線機の活用
であるとか、あるいはこれから情報連絡体制をさらに今、これデジタル化されますから、今の防災行政無線の更新であるとか、まあ、そういったものを怠らないようにしていきたいというふうに思っています。特に、防災行政無線については、津波被害で、その緊急にお知らせをしなければならないところを優先に、しっかり更新をしていきたいというふうに思っております。まあ、そのことによって、情報連絡体制を強化していきたいというふうに思ってるんですけれども、まあ、最近は非常に密閉性の高い、住宅が多いですから、行財防災無線が聞こえないというようなところもあります。まあ、新しく更新すれば精度は高まるものの、やっぱり、どういうふうに、室内にいらっしゃる方にその情報を届けるか、まあ、そういった SNS の活用であるとか、まあ、そういったことも踏まえながら、市民の皆様方にも、賢く、今持てる、情報伝達技術、端末というものを使っていただけるような、まあ、いろんな、まあ、研修っていうんでしょうかね、市民の方々にこう覚えていただくような、まあ、そういうこともやっていかなければならないなというふうに思っています。まあ、一つ一つまだ足りない、防災関係の、災害関係の強化策については、これからもしっかり努めていきたいというふうに思っています。その他にですね、やっぱり、なんといってもこれは、総合計画の、ちゃんと着実な実行につながる、つなげるということなんですけれども、やはり、風評被害から、やっぱり観光客というものが、まあ、100% 戻っているわけでもないですし、まあ、茨城のその農産物が敬遠されているということはもうほぼ、なくなったとは思いますけれども、まあ、引き続きですね、そういった食べ物の安心安全というものをしっかり PR していく。そういった、啓発活動もしていきたいというふうに思っておりますし、また、これは、観光集客力アッププロジェクトに基づくものなんですけれども、いわゆる観光誘客を元に、戻していくと、もう5年ですから、しっかり、そのことのための、このプロジェクトを出し得ていきたいというふうに思っています。賠償を求めてるものは、とっくの塔に賠償を求めてるんですけれども、お支払いありません。水道事業の方で、ちょっと金額を忘れましたけれども、もしあれでしたら後でちょっと情報提供させていただきますが、水道で、保証をいただいたものがありますが、例えば、私たちが、何ですか、当時の放射線測量で、いろいろかかったお金があるじゃないですか。器具を買ったり、人を雇ったり、それで何千万でしたっけ、当時。ちょっと、私が直接行って、就任間もなくの頃、要求したんですよ。ただ、あの時に、まずは、市民の方々に払ってくださいと。で、私たちが、先取りして、自分たちのかかったものを先取りして、保証をもらうんではなくて、まずは今困っている農業者とか漁業者だとか、酪農の人たちとか、まあ、福島はじめ、茨城もいっぱい困ってる一般の方々がいらっしゃったわけですね。まずそっちを優先して払ってくださいと。だから、私たちは請求しませんってやってたんですね、当時。私はそういう姿勢だったんです。ただ、そちらの方が一段落したので、じゃあ、いよいよ水戸も数千万かかってるので、請求しましょうということで、当時の、水戸支店の方に自由が丘の方へ行って、私その場でお渡しをして、請求をさせていただきました。その分については正直申し上げて、全く、入っておりません。そういうことで、引き続きですね、東電の方へは、そういった要望を、まあ、これはおそらく全国の市町村がやってると思うんですけれども、まあ、それは、しっかり、要求をしていきたいというふうに思っております。ただ若干、あれ、なんで水道だけ優先されたんだろうね。水道と、それからほんの少し、ゴミもした、焼却剤を埋めてる。焼却剤。じゃあ、わずかな部分は来たんだ。はい。すいませんね、そこは。はい。うん。全体の本当にごくわずかです。要求したのは数千万ですよね。なんか一時期電気料金払わないということで、はい、なんか少し新たなのちょっと忘れちゃいましたけど、実際に期間で
その差があるのかどうなのかちょっと僕は全然わかりません。うん。来ておりません。ただね、だからといって電気料払わないからっていう、まあそこはちょっと、大人の選択ではないので、それとこれとは別ですから。結構きついですね。5000キャリオン。5000キャリオン。はい。あ、失礼いたしました。ちょっと私ここまでニュースなかったので、半分ほど来てました。失礼いたしました。申し訳ございません。それ訂正をいたします。ですね、水戸市が請求をしたのが、5,918円。はい。で、東電の支払い済み金額が、2,546万9,017円。はい。で、これについてはですね、平成27年8月末までに東京電力に請求した金額が今の請求額。で、支払い済み額は平成26年度までに収入済みとなった額の累計でございます。失礼いたしました。ちょっとここまでちょっと私細かい数字把握しなかったものですから、ほとんど来てないという、ちょっとまあ東電に対してはちょっと無礼なことを言いました。申し訳ございませんでした。半分ほど、半分弱ですね。ほど、水戸市の方には、入って、おります。改めて、お詫びして訂正をいたします。それは請求させていただきます。はい。はい、NHK の佐伯です。はい、まあ、去年の出来事があったので参考にお伺いしたいんですけれども、はい、去年の場合、つくば市で、まあ、住民投票条例が成立して、はい、運動公園の経過が頓挫。それからもう一つが、まあ、中市でも、市側が、まあ、住民投票条例案を、提案したんですけれども、まあ、賛成少数で否決という、まあ、この住民投票条例をめぐる動きがあったんですけれども、これについては、こう、高橋市長としては、こう、どういうふうにご覧になっているのかなという部分をお伺いしたいと思いまして、はい、まあ、市内でも、住民投票条例を請求する、まあ、動きがあるもので参考にお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、いわゆるその何て言うんですか、その市民のその民主主義とって言えばいいんですかね、を上げるものなのかどうか、そのまあ二元代表制にその抵触するものでもあるだけに、まあその辺市長としてはどういうふうなお考えをお持ちなのかなという部分をお伺いしたいと思います。はい。まあ、那珂市で、まあ、市長が提案された、その結果、否決をされた。まあ、これについては、それぞれの市長と、それぞれの議会の考え方ですので、まあ、私はそこは、いいとか悪いとか言及は、避けたいというふうに思います。ただ、私としては、まあ、ような、住民投票条例を制定するための提案はするつもりは、全くありません。で、まあ、手前味噌の話かもしれませんけれども、私たちとしては、いわゆる行政と議会の機能が、うまくいってると、いうふうに思っております。で、まあ、議会が、人間代表制、いわゆる議会制民主主義という形の中で、いわゆる市民の代表者として、まあ、時として厳しく、時として、まあ、市民の意向で、まあ、私を応援してくださったり、ということで、そこはきちんと、メリハリのついた、判断を、議会の方で、市民公を捉えながらしていただいているんじゃないかなというふうに私はうまく機能しているというふうに思っています。ただ、一方で、まあ、私のちょっとこれ考え方なんですけども、やっぱり、そうは言っても、直接民主主義的な、仕組み制度があってもいいんじゃないかなっていうふうには思ってはいるんですよね。で、それはどの程度のバランスでいくかっていうことは答えはないんですけれども、まあ今のところその努力としては、もちろん当たり前にいろんなものを作るとき、計画を作るときには必ずパブリックコメントにかけさせていただいているとか、あるいはこの4大プロジェクトをはじめ重要な部分については、広報で、広報水戸と、あれで、しっかり、
説明をさせていただいて、ご意見をいただく機会を、市民の皆さんにご提供させていただいているとか、あるいは、この間、佐伯さんも、ちょっと見てくださいましたけれども、市民懇談会を、年に8回は、開かさせていただいて、必ず4年の任期の間に1回はその地域に入ろうということで、市民懇談会を開催させていただいて、こちらが今の重要案件について説明をさせていただく。で、また地域の課題やあるいはもうフリートーキングでその他の事項についてもご意見をいただいてやり取りをさせていただく機会を設けさせていただいている。まあ、そういった市民の公聴機会をと若干ちょっと拡張していくことは必要かな。その住民投票条例っていうその、いわゆるなんか厳格な法制度にも則ったものではなくて、やっぱり私の政治センスとして、いろんな市民と対話したり、意見を聞くチャンスというものは増やしていくべきかなっていうふうには、私は思っています。そういう意味においては、特に制度化するわけではないけれども、今ちょうどまさに新年会シーズンなんですけども、もうできるだけもう、参加をさせていただいて、いろんな方々にこの経済情勢であるとか、本当に私の知らない業界の話であるとか、意見を聞かせていただいたり、ですから、いろんな方に聞くので、褒め言葉もあれば、怒られることもあるし、激励されることもあれば、批判されることもあるし、嫌いだって言われることもあれば、好きだって言われることもあるし、やっぱりいろんな人間関係の大舞台の中で、市民の意向を、把握する努力をしておりますので、まだこれからも市民の中に飛び込んでいって、これから総会も始まりますし、まあ、いろんな夏祭りとか、秋祭りも年中通していろんな、催しやイベントありますので、必ず私は市民の中に飛び込んでいって、そこはざっくばらんにいろんな意見を聞いて、そのことを素直に、頭に入れながら、施策に反映をさせていきたいというふうに思っておりますし、また、合わせて、そういった、私の、いわゆる、行事参加ばかりではなくて、きちんと役所として、大学生であるとか、あるいはこれから18歳ですから高校生であるとか、まあ、そういった方々からその意見を聞くそのチャンスというものも、特に法制とかするわけではなくても、そういうステージを設けていって、できるだけ多くの方々からのその公聴機会の拡充を図っていければなというふうに思っています。もう一個、これもあくまでも参考にお伺いしたいんですけれども、高橋市長の政治感覚で、この夏のダブル選挙の可能性、どういうふうに見ていらっしゃいますか。ちょっと分かんないですね。どうでしょうね。私はないと思いますけど、参議院単独だと思います。やっぱり3分の2持ってますからね。やっぱり3分の2持って、参議院でも3分の2欲しいんじゃないですかね。なんか解散しないような気がしますけど、わかんないですよ。これ政治の先、一寸先は闇ですからね。茨城放送立川です。昨年、話出たかもしれませんが、偕楽園の常設席、はい、この構想の進捗状況を教えていただけるでしょうか。はい。正直申し上げて、皆さんに、報告するほどの進捗ではないというふうに思います。で、4月の1日に、昨年の4月の1日に交通政策課を発足をさせて、それでそこを担当としておりますので、おそらく JR との何らかの接触というものは持っていて、情報交換はしていると思いますが、特に、私に報告があるほどの進捗はないんだと思います。進捗をしていれば、私に報告があるはずでありますから、全く動いてないわけではないと思いますが、やり取り情報交換はさせていただいていると思います。その後の動きというのは、なかなか皆さんに報告するほどのものではないというふうに今のところではそういう状況でありますので、ただやっぱりこれは本当に現実的にできるのかできないのか、いいのか悪いのか、水戸市にとってどうなのか、住民にとってどうなのか、やっぱり真剣になって本気で考えるようにというような指示はしておりますので、ちょっと交通政策が今いろんなことやってちょっと忙しい状況ではあるんですけれども、いわゆる議会からの要望もあったし、あるいは一部その経済界からのその要望もあることですから、そこはスルー
せずに、真剣になって、まずいいか悪いかの、あるいは、必要か、不必要かの、議論はしっかり進めるよっていう、そういう指示はさせていただきたいと思います。何かご質問の方で補足ありますか？担当おります。JR の方と、なんかそういう、新駅を設置する条件、そういったものの調査を進めたなどはさせていただきましたが、また町内でもどういう問題点があるかといったようなことも検討のための会議とは伝えた経緯はございますけれども、今市長が申し上げた通り、まだその程度の段階で、今、まだまだ問題のことを、課題を挙がりまして、整理している段階ではございます。意見交換の場ということもあるので、ご意見を伺うというよりは、こんなこと考えているんでしょうかという機会ですけど、今年の夏、まさかが始まる参議院選挙があります。で、18歳も選挙権もらえるということで、で民党というところは、まあ、それこそ、10代、まあ、減幅すればですね、若い子たちの天下国家をですね、論じてた歴史があるんだと思います。で、まあ、先ほど市長も共同っていうことをおっしゃいましたけど、まあ、共同に市民を向かわせるためには、政治に関心を持たせる。政治に関心を持たせる一つのバロメーターっていうのは、投票率だと思うんですけども、そういう意味ではですね、水戸独自でいろいろその若い子供たち、まあ、中高生からですね、その政治のことを、選挙のことを考えさせる。それを、投票率に結びつく、つかせる。なんか面白いユニークなですね、施策をやってくれると、おそらく僕らもですね、違った形での水戸を PR できるんじゃないかと思います。はい。出張議会やろうと思ってます。来ていただくんじゃなくて、こちらから出向く議会。いわゆるちょっと、学校を選んで、まずは、普通は本会議場に来てもらうんですが、例えば体育館に、議場を設置して、そして私たちが出向いて、いわゆる学校で議会を開くというようなことを、やっていきたいというふうに思っています。それは教育委員会の方に私の方から指示をさせていただいているところで、ちょっと多分28年度、選挙前にできるかどうか、ちょっと微妙なんですが、できれば選挙前にやりたいなと思ってるんですが、何校か、多分選んで、で、そこで、体育館で、まさに議場風に、設置をさせていただいて、で、場合によっては、保護者の方々に、傍聴人として、来ていただいて、そして、体育館で議会を開くと。いやいや、違います、違います。子供議会、模擬議会、ごめんなさい。ごめんなさい、模擬議会を。いや、議員さんは、生徒に議員になってもらって、私たち執行部が、そこに部長と私と、もちろん副市長と行って、まあそれは、まあ、まあそれは、議員さんオブザーバーで見学に来ていただいても結構なんですが、やっぱ議員役は生徒で、それで、私たちが出向いて、議会を開くと。で、地域の方々に傍聴人として来ていただくというようなことの取り組みができればなということで指示をさせていただいています。それともう一つですね、これは特にイベントではないんですが、ちょっと私思うところがあるんですよ。で、実は、まあ、よく新聞社さんにも取材に来ていただいてるんですけど、私年間ですね、20回近く朝駅に立ってるんですよ。例えば交通安全。それから赤い羽、それから防犯、公正保護、もちろんイベント。まあ、いろんなその、いわゆる、社会的、役割を持って、目的を持って、チラシ配りをやってるんですね。で、ほとんども見として、高校生多いですから、社会人よりも高校生が多いくらいに、まんさか駅から降りてくるんですよ。北口も南口も。やっぱりなかなか受け取ってくれないんですね。受け取ってくれない。だからやっぱりね、まずこの基本的に、大人たちは、毎朝じゃないけど、駅に立って一体何やってんだろうかと。ちょっとそういうことに興味を持ってもらえるように、ちょっと県の方に働きかけしようかなっていうふうに思ってるんですよ。
まあ、私立高校は直接私が行ったにしても、そのための一覧表実は秘書課で作らせたんです。私が何月何日に何の目的で駅に立ってるか。で、それはどういうものなのか。それをちょっと一覧表まとめさせたのがあるんですね。かなりの数で私が立ってるんですよ。で、まずそれを持って行って、県立高校はちょっと県の方を通して、言ってもらって、私立はちょっと私が直接行って先生方に、実はこういうことでやってるから受け取ってチラシを見てもらえないかと。で、ちょっとそういういろんな、社会の取り組みに興味関心を持っていただけないかというようなことを、まあ、やっぱり試験者教育の一つとして、まあ、何かしら働きかけができないかなと、高校に対して。ちょっとそういうこと今、検討してるところなんです。その一覧表までまずまとめてもらったんですけれども、なかなか受け取ってくれないんですよ。で、私たちの頃は、もう、こういうボールペンでも、何か、そういう文房具が入ってれば、何回も往復するくらいもらうんですけれども、今の子供たちやっぱり裕福なのかどうか、蛍光ペン入ってるから使ってって言っても、いらないって、やっぱり言われて行かれちゃうんですよね。だからもう本当にチラシだけなんか配ったって、本当に受け取っていただけない。中に、そういったいろんな文房具であるとか、懐中電灯のこのちっちゃいやつであるとか、そういうのが入ってるからなんか受け取ってくれるみたいなところがあるんですよ。もしかすると意外とその蛍光ペンだけ取ってチラシは捨てられてしまってるかもしれないんですよね、場合によっては。ですからちょっとそういう、毎朝、ああいう立っている、そのことが一体どういう意味で大人たちが上り掲げて100人も立ってるのか、ちょっとそういうところからまず認識いただくように各学校に協力していくような呼びかけしたいなっていうふうに思ってるんです。毎朝っていうか、ごめんなさい、その立ってるたんびにいつもそう思うんです。これは形っていうか、方向性が見えてきたら、はい、はい、はい。体育館を非常風にして、生徒が議員役で、執行部の部長、執行部の部長さんが主張っていうのは今までやったことがあるんですけど、私の知る範囲ではありませんが、どうですか？昔、模擬議会で、多分、こちらの本会議場に来ていただいて、やったっていうことはあるんだと思います。で、それはいろんなところでやってるんですよね。こちらから出張して、学校に議場を作らせて、やるっていうのは、多分ないでしょうね。どっかでやってるかもしれないですけど、ちょっと調べた範囲ではわかんないです。ないです。これ、市教育って中学校なんですか？市教育って。そうですね。中学ですね。私たちは中学ですね。あと高校になると県立とか、まあ別に私立、でも別に、まあ、県立高校が許されるんだったら私たち行っても構いませんが、県立ですと県議会が、で、県で行かせるのがいいんじゃないですかね。あくまでも私たちは自分の責任の範疇の水戸市立の中学校でやっていければなと。場合によっては、もしかすると小学校でやってみても面白いかもしれないですけど。私立の高校も、視野に入れてそれは、場合によっては私たちが自由だと思うんですよね。そういうのは、ある意味いいかなと思います。もう18歳になってますからね。では、以上をもちまして、年表記者懇話会を終了させていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。